ワンダーストーリーズ1934年5月号の表紙ワンダーストーリーズはアメリカ合衆国の SF パルプマガジン1929年から1955年にかけて幾度かの指名変更を経つつ刊行された会社の破産によりアメージングストーリーズを売却したヒューゴガーンズバックが新たに作ったパルプ雑誌である経営していたメディア会社 エクスペリメンター出版が破産して、すぐに、ガーンズバックは、新しい出版社、ガーンズバック出版を設立し、同年内に3つの新雑誌を創刊した。エア・ワンダー・ストーリーズ、サイエンス、ワンダー・ストーリーズ、機関サイエンス・ワンダーである。はじめの2つは1930年に統合されて、ワンダー・ストーリーズとなった。最後のものは、機関ワンダー・ストーリーズに解消された。 これらの雑誌は財政的にはうまくいかず、ガーンズバックはビリコン出版にワンダーストーリーズを売却した。こうしてスリリングワンダーストーリーズとなった本誌は20年近くの間息を流らえた。1955年冬号をもって最終号となり、同経営者のスタートリングストーリーズへ統合された。そのスタートリングも長くは続かず、同年末には廃刊となった。 ガーンズバック時代の編集長は、最初がデイビッド・ラッサーで、彼は、掲載作品の質を上げるべく尽力した。1933年の中期からは、チャールズ・ホーニックがその後を引き継いだ。ラッサーもホーニックも、いくつかの有名作品を世に送り出している。例えば、スタンリー・ジー・ワインボームの、火星のオデッセイは、この時期の作品である。しかし彼らの努力は報われなかったと言える。 ライバルし、アスタウンディングが成功を遂げ、SF 界の流れを牛耳るようになったからである。スリリングワンダー時代の序盤には、質的向上は見られなかった。1940年代の初期には、従来より若い読者に狙いを定めて、内容をジュブナイル的にし、表紙絵も肌もあらわな宇宙服をつけた美女を描いた。その後の編集長たちは、小説の改善に取り組んだ。 40年代の終わりまでには、本誌は、アスタウンディングとほとんど被検し得るものになった。19世紀の終わりまでには、科学と発明に焦点を当てた、未来小説は、大衆小説誌によく載るようになっていた。例えば1889年創刊の、ムンゼイ・マガジンや1896年創刊の、アーゴシーは、年に何変化の SF を載せていた。 マックルー足のような文学よりの上等なスリック雑誌も SF を扱わないわけではなかったが20世紀初頭まではサイエンスフィクションはむしろパルプ雑誌によく載せられた。最初の SF 専門誌アメージングストーリーズはパルプ雑誌の最盛期であった1926年ヒューゴーガーンズバックによって創刊された。この雑誌は SF というジャンルが独立した市場を形成する。 一助となり、1930年代末期には、ジョン・ W ・キャンベルのアスタウンディング氏による SF 黄金時代の到来を招いた。ワンダーストーリーズは、アメージングの直後、パルプ時代に創刊され、黄金時代を経て1950年代まで生き延びた。エア・ワンダーストーリーズ創刊号の表紙、サイエンス、ワンダーストーリーズ創刊号表紙、サイエンス、ワンダークオータリー創刊号表紙、 ワンダーストーリーズ1934年1月号の表紙ガーンズバックはエアワンダーを未来の航空物語、それも科学、技術がプロットと密接に結びついた冒険、探検、勝利で満ちた物語のみで埋め尽くそうと計画していた。航空関係のノンフィクションも載せられた。読者の当初ページもあり、そこから読者層が航空ファンというより、むしろ SF ファンからなっていることが明白になった。ガーンズバックが後に10回したところによれば、エアワンダーとサイエンスワンダーの読者の重複は90%であった。ガーンズバックは頻繁に読者参加企画を開催している。例えば、エアワンダー1930年2月号では雑誌のスローガンを募集した。後年、トリフィド時代で有名作家となるジョン・ウィンダムは、 ジョン・ベイノン・ハリス名義で、フューチャー・フライング・フィクションという案を出して、最優秀に選ばれた。翌年、期間ワンダーで、私は SF を普及させるために、何をしてきたかコンテストが行われ、レイモンド・パーマーが優勝している。彼は、科学文通クラブを創立していたのである。サイエンス・ワンダーの創刊号には、フレッチャー・プラット、アーウィン・レスター、スタントン・エェコブレイツ、 デイビッド・イチ・ケラーらの短編が掲載された。エア・ワンダーは、ビクター・マクルーアの旧作アーク・オブ・ザ・コベナントで幕を開けた。ニール・アール・ジョーンズ、エド・アール・レップ、レーモンド・ゼット・ガラン、ロイド・エッシュバックといった作家たちは、これら初期、ワンダー系雑誌からデビューした。当時、掲載される SF 小説の質は、総じて低く、ラッサー編集長は、質的向上を渇望していた。 ラッサーは作家たちにアイデアを与え、また総功を批評し、科学性、文学性の両面で、掲載作品の質的向上に努めた。彼と作家たちの間の書簡は一部が現存している。ラッサーはウィリアムズンに対して科学的整合性の重要さを説いている。ラッサーと作家の共同作業は、正式な合作にまで発展することもあった。 ワンダーストーリーズ1931年7月号掲載のザ・タイム・プロジェクターはデイビッド・エイチ・ケラーデイビッド・ラッサー作とクレジットされた。ラッサーはガーンズバックからほぼ完全な自由裁量権を与えられており、ガーンズバックの仕事はできたものを承認するだけであった。この事情はアメージングとは正反対であった。SF 史家サム・モスコウィッツは その理由を次のように推測している。ワンダーストーリーズは常に近結であったため、ガーンズバックは原稿量の借りがある作家たちにはなるべく顔を合わせたくなかったのである、と。ラッサーは自由な議論に価値を見出し、当初欄を維持した。また性関連のトピックを扱った作品の掲載にも躊躇しなかった。トーマス・エス・ガードナーのザラ・ストーマンは進化の結果、 愛を超絶した未来の男性たちが最後の女性を博物館に保存するというプロットである。ジョン・ウィンダムの初期作ザ・ビーナス・アドベンチャラーは宇宙船乗りが近世の無垢な原住民を大敗に導く物語であった。ラッサーは単なるスペースオペラの観光を避けており、30年代初期のワンダーストーリーズに載った作品のいくつかは、 当時の宇宙小説の大半と比べてはるかにリアリスティックであった。例を挙げると、エドモンド・ハミルトンのイコンクエスト・オブ・スペース、ピースカイラー・ミラーのザ・フォーゴ・トゥンマン・オブ・スペース、そしてザ・ムーン・トラジェディをはじめとする、フランク・ケイ・ケリーの数作品などは当時としては異彩を放っている。ラッサーは、米国ロケット協会の創設者の一人でもある。協会の発足は、 ワンダー1930年6月号で公表された。作家たちの中にも数人は、教会員がいた。そのためか、機関ワンダー・ストーリーズに載る小説には、惑星間の冒険を扱う者が増加した。エブリット・ブライラーの研究によれば、作品のほぼ3分の2が、その種のものであった。キカワンダーの1931年冬号は、惑星間特集号と銘打たれ、 その名の通りの内容であった。ラッサーとガーンズバックはテクノクラシー運動にも共鳴していた。彼らはテクノクラシーレビューという書誌を刊行している。また、テクノクラシーの思想をもとにした小説をナットシャハナーに注文し、完成品をワンダーストーリーズに連載し、後にザ・リボルト・オブ・ザ・サイエンティストとして単行本にまとめている。ワンダーには、 小説及び通俗科学書のレビューも掲載された。科学コラムもあり、読者からの質問に回答が試みられた。これらの記事の品質は当初は良かったが、ラッサーの離職後には悪化の一途をたどった。他に、ワンダーが行った特記事項といえば、全国のファンの組織化がある。ガーンズバックがボタンやバッジといったアイテムを販売する好期を逃さず、 かなりの利益を上げたことは確かである。この動きは、後の SF ファンダムの形成に大きな影響を与えた。1933年末に就任したホーニ日グは、前任者、ラッサーの路線を継続、発展させるべく努力した。彼は34年1月号で、新たなポリシーを掲げ、独自性を重視して使い古されたアイディアの再利用を廃することを宣言した。法日グは、 作品にインチキでない科学が入っていることを要求したが、さらに科学技術にさほど関心があるわけではない読者を退屈させないことという条件も課した。しかしながら当時の業界のトップ、アスタウンディング氏に対抗することは法肉にとって困難であった。彼が用意できた原稿料はアスタウンディングのそれよりも1語あたり1セントと安かったし支払いが遅れたり、 見払いになることもあった。これらの不利条件にもかかわらず、宝肉は両作をいくつか発掘している。例えばスタンリー・ジーはインボームの火星のオデッセイは1934年7月号に掲載され、その後も頻繁に再掲載された。宝肉は自らのファン人、ファンタジーマガジン1934年12月35年1月合併号で、 ワンダーストーリーズには載せられない無名作家の作品を紹介した。そのうち、レーモンド・ゼット・ガランやマイルズ・ブルー・アーラは後に作家として成功した。ラッサーとホーニュグは、フランス語、ドイツ語圏からの作品も英訳して掲載した。 ドイツの作家としては、オトフリート・ホン・ハンシュタインや、オットビリー・ガイルが挙げられる。1930年代に、アドルフ・ヒトラーが台頭すると、一部の読者が、ドイツ作品の掲載に、苦情の手紙を寄せるようになった。編集部の返答は、翻訳者を強固に弁護する論調であり、ガーンズバックは、国際事情は、小説の採用には、無関係だと主張した。表紙へは、 ほぼ迷子をフランク・アール・パウルによって描かれた。唯一の例外は1932年11月号で、色のついた多数の点を組み合わせた絵が表紙であった。雑誌がビーコン社のものになり、スリリング、ワンダーと使命が変わると、掲載作品の方向性もアイディアよりアクション重視に変更された。表紙絵は、きっかいない成人や美女危うし的構図を描くのが常となった。 画家としては、RK バージーが起用されることが多かった。1939年、マーティン・アルジャーという一読者が、このような表紙絵を言い表す信号バグ、アイド・モンスターを発明した。後に、この後は、異星人を意味する語として、一般的となり、辞書にも載ることとなった。この時期の有名な寄稿者には、レイ・カミングスや、ジョン・ダブル・キャンベルがいる。キャンベルのブレーン。 スティーラース・オブ・マーズは1936年12月号から連載が始まった。1936年8月号、すなわち経営がビーコン社になった最初の号から漫画の掲載が始まった。作者、マックス・プレイ・ステッドは、オットー・バインダーと兄のジャックの合作ペンネームであった。彼らの続き漫画ザーノックは人気が出ず、8回で打ち切りとなった。 バイジンガーの公認者、オスカー・ J ・フレンドは本誌をさらに低年齢向けへと、持っていった。彼は、サージェント・サターンというペンネームを使い、読者に媚びを打った。フレンドの方針のもとで、登場率の上がったバージーは、非現実的な露出が宇宙服を着た美女、すなわち彼のトレードマークである、新中性ブラジャー描写を描きに描いた。サム・マー・ウィン・ジュニア。 は1945年統合から編集長となり、前任のフレンドと比して大人向けの編集方針を取った。彼はバージーを説得して表紙絵をもっと写実主義的なものに変え、キャンベルのアスタウンディングから作家を引き抜いて小説の質も改善した。スリリングワンダー1945年夏号には、ジャック・バンスの SF デビュー作ザ・ワールド・シンカーが掲載された。 マーウィンは、レイ・ブラッド・ベリの短編もいくつか採用しており、それらは後に、火星年代記に収録されることとなった。他の有力作家としては、シオド・アスター・ジョン、A ・ E ・バン・ボークと、R ・ A ・エハインラインらが挙げられる。スリリング・ワンダー氏は、知的で、試作的だが、キャンベルのアスタウンディングなら、採用しないであろう。作品もしばしば掲載した。 長らく最有力の SF 雑誌であったアスタウンディングの地位は1940年代後半の数年間はスリリングワンダーに脅かされたと SF しかマイク・アシュリーは述べている。無論この見解は必ずしも一般的ではなく別の資料はマーウィン時代のスリリングをスタートリングとひせば明らかに2009と評している。マーウィンの後任サミュエル・マインズは 1951年年末からスタートリングとスリリング漁師の編集長を務めた。彼は SF のテーマの伝統的な制約に反対で、1952年には医師官の性愛を扱った革新的作品、フィリップ・ホセ・ファーマーの恋人たちのスタートリング氏への掲載に踏み切った。続いて1953年にはファーマーの別のタブー破り的作品、母を スリリングに掲載した。マインズは、スリリング1952年12月号に、エドモンド・ハミルトンの、向こうはどんなところだいを載せた。これは、陰惨な宇宙開発を生々しくを描いた作品で、1930年代の執筆時にはあまりに陰気であるとみなされて、出版されずにいたものであった。同じ号に載ったシャーウッド・スプリンガーの脳、no、ラント・オブ・ノットは、 世界に生き残った最後の二人である父と娘の近親相関を扱っていた。これらの作品は読者から好意的に受け入れられた。数年の間、ラッサー編集長は SF 界に支配的な力を振るった。彼のしたワンダーストーリーズは1930年代初期における最高の SF 雑誌となった。本誌のこの時期の成功は SF 業界における ガーンズバックの最大の成功でもあった。ラッサーは新世代の作家たちを育成した。ワンダーストーリーズは、アイザック・アシモフの言い方を借りれば一種の、促成栽培場で、若い作家たちはここで、作家業の色派を習い覚えたのであった。本誌は、他の競合誌と比べれば、パルプ雑誌の印象にあまりとらわれておらず、SF というジャンルの発達誌の本流からは、外れた作品も掲載している。 スリリングワンダー時代には本誌の影響力は低下した。1940年代中期まで本誌は若い読者を想定していたがサム・マーウィン・ジュニアやサミュエル・マインズの頃になって青年読者へのアプローチを始めた。スリリングワンダーはキャンベルに肩を並べることはできなかったが両作を継続的に刊行することには成功した。1 9五十年代本誌は パルプ雑誌時代の終焉と共に廃刊となった。以下に歴代編集長の在任期間と雑誌名の変遷を図示する。別名スリリング出版、後にスタンダードマガジン社と解消。別のアニアールとは、イアンドバインダー名義で小説を合作したことで有名。別名ジョンテイン。日本語資料で頻繁に研究が見られる。ワイジンガー、フレンド、マーウィン。 マインズ以外の人名は投稿者による暫定的な空転写であることに留意されたい。ありがとうございます。